皆さんおはこんばんちは、お芋です。今回は GM 製クモハ1112キットをちょっといじって組み立てた車両のご紹介です。組み立てて追加工を行ってから塗装して、なんと全く違う電車に変身してしまいました。側面を見れば塗装は違うのに元が同じ電車なのは一目瞭然。それでは詳しく見ていきましょう。上毛電鉄デハ222クモハ11を真っ黄色、元い黄色に塗っただけです。なお車体にウェザリングを施しました。東急クハ3672、通称戦災復旧車。相方のデハは東急3000系キットから組み立てました。あくまで雰囲気重視ですのでお手軽に。今回は同じキットから作った2両を紹介しました。旧型国電は多種多様で泥沼です。資料も少ない、実車は廃車済み。しかしながらわからない車両だからこそ多少の妄想を含んで作る楽しみがあるのではないでしょうか。世間はそれを変態という。古い時代の電車を作るのも意外と面白いですよ。変な電車持ちすぎな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。